それでは定刻となりましたので、ただいまから令和4年度静岡県再犯防止推進セミナーを開催いたします。私は本日の進行役を務めます、静岡県暮らし交通安全課の石原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに暮らし交通安全課長の新戸野から挨拶を申し上げます。皆さん、こんにちは。静岡県暮らし交通安全課長の新戸野です。本日は講師ともご多忙中のところ、本セミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。また皆様方には日頃から県の再犯防止施策にご理解ご協力をいただいておりますことを、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。昨年発表されました令和3年の静岡県の再犯率は44.3% と、県が目標としている 45% 以下を達成しております。これも皆様方の再犯防止に向けた各種取り組みの成果であり、改めて感謝申し上げます。しかし目標を達成しているとはいえ、未だに 45% 弱の方が再び犯罪を行っているということであり、犯罪のない安全で安心な社会を実現していくには継続した取り組みが必要であると言えます。県では令和4年度に犯罪を減らし、県民の安全安心を確保するという共通の目的がある再犯防止推進計画と防犯まちづくり行動計画を統合し、防犯まちづくりと再犯防止の対策を一体的に推進しているところであります。また全ての市長におかれましても、再犯防止推進計画を作成し、取り組みを推進していただくことが必要であると考えております。現在県内では3市が計画を策定済みであり、1市が今年度内に策定予定となっております。計画未策定の市長におかれましては、県といたしましてもできる限りの協力支援をさせていただきますので、策定に向けた取り組みを進めていただければと考えております。そのような情勢の中で開催いたします本セミナーは、主に市長の職員の皆様に再犯防止に関する理解を深めていただき、各市長における再犯防止推進計画等を策定を支援していくことを目的に、昨年に引き続き開催するものであります。また本日は大変お忙しい中、講師として法務省東京共生管区の佐々木様、静岡保護観察所の大平様、静岡刑務所の南部様からご講演をいただきます。各ご講演の内容は、再犯防止の取り組みについて理解を深めていただく上で大変貴重なものであります。佐々木様、大平様、南部様、どうぞよろしくお願いいたします。再犯防止対策は県だけというように、単独の機関での取り組みを実施してもなかなか効果が上がるものではありません。やはり国、市長を含め関係機関団体による連携した取り組みが重要であります。今後も国、県、市長、関係機関団体の皆様と連携し、再犯防止策を推進していきたいと考えております。引き続きご理解ご協力くださるようお願い申し上げます。結びになりますが、本日のセミナーが本件における再犯防止推進の一助になること、また本日ご参加いただいている各機関団体のますますのご発展、そして本セミナーご参加の皆様方のますますのご活躍ご健勝を記念いたしまして、私の挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは早速講演に移りたいと思います。法務省東京共生管区佐々木様、よろしくお願いいたします。では画面共有からお願いいたします。では共有させていただきたいと思います。共有されましたでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、ではただいまご紹介いただきました、法務省東京共生管区厚生支援企画課長の佐々木でございます。
昨年度に引き続きまして、本年度も本オンラインセミナーにお招きいただきましてありがとうございます。本日は、再犯防止の必要性、国や他県の状況ということで、再犯防止の流れであるとか、あるいは他県他市において実施されている再犯防止に関する施策についてなど、市町村が作成する再犯防止推進計画にあたって、策定にあたっての当管区がお助けできるようなことなどについてお話しさせていただきたいと思います。で、今申し上げましたが、声の方も大丈夫でしょうか。はい、それでは本日はよろしくお願いいたします。ということで、今申し上げた通りですけども、再犯防止の必要性、国他県の取り組み紹介、それからその他地域等との連携、これは3番につきましては、共生施設であるとか共生管区が連携した取り組みということでのお話とさせていただきたいと思います。ではまず再犯防止の必要性についてですね、なぜ必要なのかというところについて触れていきたいと思います。昨年度もですね、同じ話というか延長線上になってしまいます。で、なのでですね、昨今ですね言われているところにつきましてですね、短めにですね少しお話しさせていただいて、具体的な取り組みというようなところにですねつないでまいりたいと思います。で、こちらについては昨年度もですね、この表を使わせていただいているところなんですけども、簡単にですね、再犯防止の取り巻く状況ということでですね、ざっと流れをお話しさせていただきたいと思います。国はですね、平成15年に犯罪対策閣僚会議を開催しまして、犯罪に強い社会のための行動計画、世界一安全な国日本の復活を目指してを策定以降、犯罪対策において再犯を防止することが必要かつ重要であるとの認識のもと、平成24年に再犯防止に向けた総合対策を、平成26年には宣言、犯罪に戻らない、戻さない、立ち直りをみんなで支える社会へを犯罪対策閣僚会議で決定するなど、さまざま犯罪防止、犯罪再犯防止対策について講じてきたところでございます。で、平成16年、17年になりまして、いわゆる再犯者による重大事件というのが発生しております。で、平成16年につきましては、奈良県において、小一女児誘拐殺人事件、それから平成17年においては、愛知県の安城市において、幼児通り魔事件など、この年にはですね、刑務所を出所した再犯者による犯罪ということがですね、世間で話題となりました。この頃から再犯者が犯した事件に対して社会の方面が厳しさを増してきたというところでございます。で、このこちらの画面になりますが、再犯防止にはですね、こういう特徴があるんだということでですね、研究が出され、その結果が出ているところでございます。法務総合研究所において、平成18年に、昭和23年から平成18年9月30日までの間の犯歴100万人を対象とした大規模な調査が実施され、平成19年の犯罪白書におきまして、再犯者による犯罪の実態というのが明らかになりました。こちらが画面の状況なんですけども、画面上の状況ですね。これによるとですね、犯罪者全体における構成比というものが示され、これにおいて、犯罪者全体のうち初犯者の割合というのが 71%、 一方再犯者の割合は 28.9%、 まあ 29% にとどまるということとされているんですけども、一方で事件数全体のうち初犯者と再犯者の割合では、この上の右側になります、初犯者による犯歴の件数が 42.3% であるのに対して、再犯者による犯歴というのが 57.7%、つまり大体 58% が示されているということが分かりました。この上の表から見て分かるのはですね、この表題に書かれている通りなんですけども、約 30%、 3割の再犯者によって過半数である約6割の犯罪が行われているという結果が見えてきました。で、下の図の説明は移りますが、こちらは令和3年の犯罪白書において出てきた数値になります。
令和2年時、こちらの数字ですね、で見えるところなんですけども、再犯者率というのは 49.1% まで増加しているということとなっております。先ほど、課長様からもあった通りなんですけども、大体ですね、半数といった人たちがですね、再犯者というかですね、再犯者率としてですね、示されるということとなっております。まあ、こうした状況でですね、国としては犯罪対策において再犯を防止するということが市民生活を守る上でも重要であるというふうに認識してきたところでございます。さまざまですね、ちょっと今日は資料、数値的な資料をですね、を今日のデータとしてお持ちしたところなんですけども、まあ、大体すべてですね、なぜ再犯者が、再犯者の再犯防止が必要なのかというようなところを数値で見れるということで、再犯者率の高い現状であるとか、刑法犯検挙中の再犯者数および再犯者率ということでですね、過半数近く占めてますよといった割合であるとかについてですね、データとして、今日はお持ちしております。でそれとプラスでですね、現在はですね、まあ、これは、社会の人口構造に、似ているところかもしれないんですけども、刑法犯検挙人員に占める高齢者の率も上がってきているというようなところがデータで示されております。まあ、高齢化ですね、検挙人員の高齢化というかですね、高齢者率というのもですね、まあ、見えてきたところでございます。で次にですね、刑務所等を取り巻く環境として、数値的なものが示されているんですけども、出所受刑者の2年以内再入率を下げましょうということで、国はこの2年以内に再入してくる人たちをなんとか減らしましょうということで、目標値を定めて取り組んでまいりました。で、こちらについて、令和2年、の数値がですね、標的にはですね、最新値になりますけども、国は目標値を 16% に定めてまいりましたが、15.1% まで下がってきているところでございます。で、今のグラフを縦の数値に表したものでございますけども、2年以内の再入者数としてもですね、ぐーっと年々下がってきているところでございまして、国が行ってきた再犯防止施策というのがですね、効果を表してきたのかなというのが見えてきているところでございます。で次の数値につきましては、2年以内再入率の推移なんですけども、こちらですね、それぞれ数値がですね、異なるものを示されております。上の青いグラフがですね、2年以内に再入した満期釈放者の数値ということになります。で、下の赤い数値というのが2年以内に再入してきた仮釈放者の数値ということとなっております。満期釈放者、仮釈放者というのはですね、まあ、何が違うのかというところなんですけども、まあ、こちらもですね、昨年もですね、お話しさせていただきましたが、刑期を終えてですね、まあ、刑期すべてを刑務所の中で終えて、でまあ、そのまま社会に戻っていくというのが満期釈放者の割合という満期釈放者となります。一方で刑期の途中で社会に戻ってから保護観察という期間を経て、正式に社会に戻って、生活しましょうというのが、仮釈放者の値ということとなります。こちらの方はですね、保護観察所様の方のですね、ご説明の流儀となりますのでですね、まあ、ざくっとのお話になりますけども、仮釈放というのがつくとですね、社会において、保護観察所様のですね、指導のもと円滑に社会復帰がなされてですね、行くということで、再入率についてもこの赤い数値の通りぐっと低い数字となっているところなんですけども、今までは、満期釈放者というのはですね、刑務所等を出るとですね、そのまますぐ社会復帰してですね、なかなか援助が得られぬまま自分で生活をしなければいけないという人たちが多いものですから、なかなか社会に馴染めずにまたですね、刑務所等に戻ってくるというようなことが多く言われており、この人たちというのが再入率が若干仮釈放で出た人たちよりも高めに推移しているというのがですね、若干問題視されているというところであります。なのでですね、そういったことについて、この点、問題ちょっとですね、課題だよというようなことでですね、示させていただきました。
というのがですね、ざっと今までのですね、国の再犯防止策の流れということでございます。で、ここからなんですけども、じゃあ具体的にどういったですね、施策をですね、国等が行ってきたかということでお話しさせていただきたいと思います。こちらもですね、まあ、いろんなところでお話しされているところでございますので、ですね、まあ、端折りながらご説明させていただきたいと思います。先ほどの再犯防止施策等のですね、まあ、問題点等に基づきまして、国は平成28年の12月に再犯の防止等の推進に関する法律というのを施行、平成29年の12月に再犯防止推進計画を閣議決定し、我が国で初めての計画として5つの基本方針、7つの重点課題、そして115の具体的な施策を定めて再犯防止に取り組もうということで、現在まで流れてきているところでございます。でこちらは再犯防止推進法に関するですね、各ポイントでございますけども、で今日は、各ですね、静岡県下の市町村の側ですね、皆様にもご参加いただいているところでございますので、まずですね、各市町村におきましてはですね、この法律に基づいて、国に、この主なポイントの3のところでございますね。国に再犯防止推進計画の策定義務、まあ、これは先ほど申し上げたですね、地方再犯防止推進計画のことでございます。で、これをもとに地方にもおいても地方再犯防止推進計画の策定の努力義務ということが課されておりますので、地方の皆様に、地方自治体の皆様にあっても各自治体等で地方再犯防止推進計画の策定をお願いしたいということでですね、法律は国の法律は進めてきているというところでございます。で、7つの重点課題と115の施策にでいうことでですね、このような7つのですね、重点課題にで取り組んでまいりました。で、ポイントとしては6の地方公共団体との連携強化についてですね、静岡県様が今日ですね、各市町村にですね、取り組みの促進をお願いしているというこの取り組みにつきましてもこの6のところにかかってくるのかなというふうに考えているところでございます。で、現在はこのような形でですね、計画が進んでおり、今回第1期として令和4年度までにですね、この計画はですね、第1期としては終結がなされる予定であるということです。じゃあこの後はどうなっていくのかと言いますとですね、再犯防止推進計画につきましては現在ですね、次期計画との策定に向けてという今ですね、パワーポイントが出ているところですけども、次期計画を策定しですね、それをですね、次年度、令和5年度からですね、進めていこうというふうな取り組みで進めております。現在はですね、この令和5年の1月から3月のところがですね、まあ、いわゆる次期計画、まあ、第2期計画とでも言いますか、ですね、そういったところで進めているところでございます。で、現在国民の皆様方にパブリックコメントをお示しですね、内容のですね、精査と行っており、令和5年の3月には閣議決定がなされるという予定でございます。で、次期計画第2期について具体的な方向性としては今掲げているところがですね、次期計画のポイントということになりますが、まあ、息の長い支援の実現、それから支援ネットワーク拠点の構築ということでですね、まあ、具体的にですね、連携をですね、さらに進化していきましょうと深めていきましょうというのが今回の次期計画の内容、それから3番目について、掲げられている通りでございますが、国と地方公共団体のですね、主体的かつ積極的な取り組みの促進、連携の強化というようなところがですね、掲げられて、策定される予定であるということで、ございます。重要な取り組みとして考えられる事項としては、全計画にですね、ほぼ基づいてのことでございますけれども、今申し上げた通りなんですけれども、それぞれ施策を具体化してですね、スキームの確立、それから内容の進化ということでですね、掲げられ、それを進めていくというようなところで、次期計画は策定される見込みでございます。でこちらにつきましてはですね、現在、令和4年10月1日現在で、各都道府県、それから各市町村、特別区も含めますけれども、で策定されている地方再犯防止推進計画の策定状況でございます。
で、私ども東京共生管区としては時期計画が策定された後につきましては、それに基づいてさらにですね、各市町村それから区におきまして策定が進むものであるというふうに考えているところでございます。令和4年10月1日現在、策定済みは全国で402団体ということとなっております。で、次にですね、他県、ではどういった取り組みがですね、他県でなされているのか、再犯防止の取り組み、地方再犯防止推進計画を策定してどういった取り組みをしているのかというようなところでですね、各県のですね、私どもが補足しているですね、内容としてですね、いくつかですね、こちらの方に掲げたところでございます。で、左上からですね、関係機関とのネットワークの構築としてですね、福井県や山口県の取り組み、それから丸見に対象者への直接の相談支援ということでですね、私どもの東京共生管区1都10県の内容の中では、千葉県とそれからですね、今日もご参加いただいている静岡市様の取り組みというようなことでですね、掲げさせていただいております。その他にも3、4、5、6というようなことで掲げているところでございますが、この後少しですね補足しようと思いますけども、丸5の 町内外の理解の促進ということは極めて重要なところでございますのでですね、他のですね県それから市町村においてもこういった取り組みをして、各ですね、市役所様あるいは、町役場の中、それからですね県庁様の中でですね、全体で取り組むために情報共有を行っているというような取り組みもですねなされておりますので、ここのところですね少しですね後ほどお話しさせていただければと思います。で、共生施設所在自治体会議ということでですね、こちらはですね、各ですね、共生施設が所在する市町村間で、ネットワークを形成しておりまして、ですね、共生施設と各自治体がですね、いろいろな取り組みをして、再犯防止施策の推進であるとかですね、共生施設の人的物的資源の活用をもとに地域創生施策を行っていきましょうというようなですね、会議題としてですね、現在ですね、活動が展開されております。で、東京共生管区管内においてはですね、地域部会長として昭島市長さんがですね、こちらの方に当たられていただいているところです。で、こちらは全国の共生施設の所在自治体会議に参加している状況ということでまとめさせていただきました。で、その他地域等との連携した取り組みということで、のお話しする前に、ちょっと時間もあれなんでですね、私ちょっ と、お伝えしたかったところ、ここでございますので、戻って町内外の理解の促進というところでですね、ちょっと少しお話しさせていただこうと思うんですけども、先ほどですね、お話があった通りですね、課長様からお話があった通りなんですけども、まずですね、これから地方再犯防止推進計画を策定しようというようなですね、市町村様ですね、静岡県の中にもですね、多くですね、あられるというふうにですね、認識しているところでございます。で、各ですね、都道府県それから1都10県でございますけども、の中のですね、再犯防止推進に係る協議会等で参加させていただいてですね、私感じているところなんですけども、まずですね、町内の中での情報共有というのがなかなかされにくいというようなところでですね、非常に多くの市町村様からですね、お話をいただいているところでございます。で、こちらのにはですね、載っていないところなんですけども、神奈川県下の防止におきましては、私ども強制それからですね、保護観察所の方々とですね、各市役所にお勤めになられるですね、再犯防止セクションとそれ以外のですね、町の中のですね、全体のセクションの方々がですね、一緒になってですね、この再犯防止施策にですね、にかかるですね、研修会というのをですね、定期的に実施しているところでございます。当管区の職員もですね、こちらの方に参加させていただきまして、再犯防止施策、これは強制サイド、あるいは保護サイドですね、のお話をさせていただくという機会でございますけども、そうした中でですね、いわゆる情報共有をしながら再犯防止について、
その市役所の中で、情報のですね、理解を促進していくというような取り組みを実施しているところです。で、まあ、そうしたですね、研修等を経て、再犯防止推進に係るですね、各ですね、市町村の中でですね、協議会等をご作成していただいて、で、各地方における再犯防止推進計画を策定していただくというようなですね、こともですね、流れとしてはですね、できうるのかなというふうに考えておりますので、まあ、今後ですね、再犯各市町村においてですね、再犯防止推進計画どうやって策定していくのかなとかですね、まあ、どんなことを取り組んでいきながらですね、策定していくのかなというようなことを、まあ、そうしたですね、研修会等を通じてですね、私どももですね、情報を提供させていただいてですね、各市町村のですね、地方再犯防止推進計画の策定にですね、まあ、一緒になって取り組むというようなこともですね、しているものですから、まあ、考え、まあ、これからどうしようかなと考えられている市町様におきましてはですね、まあ、当管区の方にもですね、ご相談いただければいいのかなというふうに考えているところです。なのでですね、この丸5の町内外の理解の促進というところからスタートするのが、まずですね、重要なのかなというふうなことでですね、こちらの方ちょっと補足させていただきました。ちょっとですね、時間もですね、迫ってまいりましたのでですね、まあ、こうちょっと飛ばさせていただいてですね、いろいろとですね、国としてはですね、展開しているところでございます。で、今、各ですね、市町村様の中で情報共有もですね、まあ、私どもも一緒になってさせていただきたいというようなところをお話しさせていただいたところでございますが、まあ、そういうですね、ちょっと そこまで、いきなりそこはちょっと敷居が高いなというところはあろうかと思います。なのでですね、私どもについては、このまず再犯防止についてですね、まあ、こちらのですね、まあ、PR をですね、まず図っていただくことが大切なのかな。まあ、これ、まあ、再犯防止という言葉をですね、まず覚えていただくことっていうのが大切なのかなということでですね、再犯防止啓発にかかるですね、動画というもの、まあ、大体30秒程度なんですけども、動画を作成してですね、1都10県のですね、各市町様も含めてですけどもですね、今その啓発動画を配布してですね、再犯防止という言葉を耳にしてもらおうということで取り組んでいるところでございます。で、今日についてはですね、静岡刑務所もですね、今日参画しお話しいただくというところでございますので、静岡刑務所からですね、静岡市様、それから静岡県、あるいはですね、近隣の市町の方にですね、この再犯防止啓発動画についてですね、の放映をお願いしているところでございますが、まあ、まずですね、こういった啓発からスタートするというようなところっていうのがですね、まあ、大切なのかなというふうに考えているところでございますので、なんだそれというようなことでご興味があられたですね、市町様においてはですね、東京共生管区の方にですね、ちょっとお問い合わせいただければ趣旨等も含めて、ですね、ご説明させていただきつつですね、こちらの方からですね、再犯防止啓発の動画についてですね、お送りさせていただきたいなというふうに考えているところでございますので、ご相談、いただければ幸いでございますのでよろしくお願いいたします。すいません、ちょっとですね、いただいた時間ですね、恐縮でございます。いろいろですね、東京共生管区部もですね、少々ですね、いろんなことを取り組んで、ですね、おりますのでですね、何かですね、お困りのことがあればですね、お問い合わせいただければと思いますので、引き続きですね、ご指導のほどよろしくお願いしたいと思います。申し訳ございません。以上でございます。佐々木様、ありがとうございました。国の最新の動きを含めて、再犯防止の必要性、国や他県の状況ということで大変参考になる内容をご説明いただきました。ありがとうございました。で、ここで皆様に、お知らせですけれども、質疑応答につきましては、すべての講演が終わった後に時間を設けさせていただきますので、ご承知ください。では、続きまして、静岡本監察署の大平様、よろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました静岡保護観察所の統括保護観察官大平でございます。皆さんお声届いておりますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは私保護観察所の方からはですね、協力雇用主についてということで、ご説明等をさせていただきたいというふうに思います。それでは画面を共有させていただきます。画面共有されておりますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、まずですね、私の保護観察所を、ご案内かとは思うんですけれども、犯罪を不幸した人をですね、社会の中で、指導したり、また支援をしたりする保護観察などを実施している国の機関になります。で、再び犯罪することなくですね、社会の一員として構成し、また新たな犯罪を起こさない被害者を作らないというところで業務に取り組んでいるところでございます。で、本日は協力行使についてということになりますが、まずは再犯防止についてですね、就労支援が非常に大切だというところであると、であるというところとかですね、またその就労支援に協力行使の方がすごく大変なお力をいただいていること、また私ども国、また地方公共団体の皆様がですね、協力雇主に支援をしていただいている部分もございますので、その点についてもご紹介をさせていただきたいというふうに思っております。で、まず協力雇主なんですけども、初めてお耳にされた方もあるいはいらっしゃるかと思うんですけれども、犯罪や非行した人をですね、雇用していただいて、その社会復帰を支えていただく、事業主、雇用主の皆様ということになります。それで続きましてですね、再犯防止に就労支援が非常に大事だというところから始めさせていただきたいと思います。まず就労と再犯の関係ということなんですけども、刑務所に再び収容された方になったものの約7割がですね、無職者であったということになります。仕事をつくことと仕事をつかないで、無職でいることについてはですね、この再犯の関係性が、このように、示されているわけでございますけれども、仕事のつくということの意味を考えてみますと、もちろん経済的な安定、収入を得るということもありますけれども、規則正しい生活を送ることであるだとか、自分が社会に役立っている、社会に貢献しているという思いをですね、抱くこと等がですね、やっぱ仕事つくのことの意味かなと思いますし、また無職になればですね、収入がないことはもとよりですね、やはり同じような境遇のものとですね、一緒になってですね、遊んでですね、遊興にふけったりだとか、またちょっと悪いことを考えて再犯につながるというようなことがございます。ですので、再犯をしないために、就労支援というのが非常に大事だということになります。で、国の施策としてはですね、先ほど共生関係様の方からもお話がありましたけれども、平成26年に犯罪対策閣僚会議において、再犯防止につながる仕事の確保がやはり大事だということで、数値目標がこの時に設定されました。で、この時の数値目標がですね、2020年、令和2年までに、犯罪非行したものの事情を理解した上で雇用している企業、協力雇用主の方を、3倍、1500社にするということで、数値目標が達成されまして、これは協力雇用主の皆様のご協力、また刑務所様とものご協力もいただきながらですね、進めたところ、この数値目標を達成することができまして、全国でですね、1500社ぐらいの協力雇用主が犯罪を不幸した人を雇っていただいているというような状況になっております。また、先ほども協生関係様の方からお話がありましたが、再犯防止推進法、再犯防止推進計画が策定をされまして、7つの重点課題の一つに、就労の確保という、課題がですね、掲げられております。その就労の確保の主な施策としてですね、協力雇用主の活動に対する支援の充実ということも掲げられております。後でですね、お話しさせていただきますが、地方公共団体の皆様にはですね、公共工事における優遇措置等ですね、支援を実施していただいておりますので、
そういった部分も、まあ、再犯防止推進計画、地方でもですね、作成させてしていただいているおかげでですね、協力公認の支援というのも進んでいる状況かなというふうに思っております。でこちらの方が今申し上げました、まあ、再犯防止推進計画7つの重点課題になりますが、丸一番のところ就労と住居の確保、その赤線引かせていただきましたが、協力公認の活動に対する支援の充実で、また丸六のところは、まあ、地方公共団体、まあ、今日ご参加いただいている地方公共団体の皆さんもおりますけれども、やはり連携を強化させていただきまして、このような場を通じてですね、またご理解ご協力いただければというふうに考えております。でその地方再犯防止推進規格におきましては、まあ、ご存じの通り、地方国団体におかれましては、まあ、努力義務ということになっておりますけれども、県内では静岡県さんをはじめとしてですね、静岡市、浜松市様、御殿場市様の方で策定をしていただいているという状況になります。こちらの方がですね、令和4年4月1日現在なんですけれども、まあ、全国の、地方再犯防止推進規格等の策定の状況という形になっております。でこの再犯防止について就労支援が大切だということで、お話しさせていただきましたけれども、協力公認士、今現在どれぐらいの数おられるかということをちょっとご説明したいと思っております。でこちらが、まあ、協力公認士の開拓と確保という形になりますけれども、全国で約2万4000の事業主、事業者の方、雇用主の方がですね、保護観察所の方にご登録をしていただいております。で静岡県ではですね、現在約600の協力公認士様にご登録をいただいているところです。ありがたいことにですね、コロナ禍でもありながら年々ですね、この協力公認士の数増えております。で先ほど申し上げました、ま、国全体で全国でですね、ま、1500社の協力公認士受けて、ま、雇用していただいているということでお話をさせていただきましたけども、その中で、まあ、約600社というところでですね、現在その実際のところではですね、静岡では20社ほどの協力公認さんが、雇用していただいております。で実際そのマッチングと申し上げますけれども、まあ、支援を受けたい方、あとですね、まあ、雇用してもいいと言っていただいている協力公認様、マッチングの中でやはり自宅から通える場所であったりだとかですね、あとまた職種であったりだとかとか、まあ、いろいろな条件がありまして、まあ、実際にはですね、20社ほどの、協力公認士様に今は雇っていただいている状況でありますけれども、大切だなと思うのはですね、やはり受け皿を作っていただくこと、例えば自分の会社の近くで、犯罪を起こした人が立ち直りについてすごく、まあ、構成の意欲があって、ただ仕事なかなかつくことが難しいといった場合にですね、その地域にそういう方を受け入れていただける受け皿があること、それがすごく大事なことかなというふうに思っておりますので、ですので引き続き保護観察所としてもですね、協力公認士の皆様増えるようにということで、引き続き働きかけを行っていきたいかなと思っております。一方で、まあ、課題というのもございまして、3番目の、建設業がですね、建設業の業者様が全体の5割、協力公認士の5割を占めることであるだとか、あとはやはり従業員規模が少ない事業主様が多いというところがございます。こういったところは本当に先ほどのマッチングではないですけれども、いろんな仕事に就きたいという支援を受けたいという対象者がおりますので、そのマッチングがですねできるようにいろんな方にお声かけをしながらですね、協力員し職種も増やしていきたいかなというふうに思っているところでございます。で続きまして、協力公認士の活動に対する支援というところで、書かせていただきます。で、まず、まあ、こちらの方の、まあ支援については国による支援というところと、あと後ほど地方公共団体による支援ということで書かせておき、ご紹介させていただきますけれども、一つ目は国による支援としては協力公認士に対する就労奨励金制度という制度がございます。で協力公認士の方がですね、保護観察対象者を雇い、また生活指導や助言を行った場合に、協力公認士の方にですね、奨励金という形で、支給をさせていただいております。例えばですね、生活指導と申しましても、例えば仕事の面も含めまして、ビジネスマナーであったりだとか、人との接し方、また金銭管理がですね、なかなかできない、ものもおりますので、雇用主の方がですね、その金銭管理についても指導していただいたりだとか、あとは急にですね、仕事を休む、欠勤したという時にはですね、協力公認士の方が本人にどうして欠勤したんだということで、その理由、悩みとかをですね、聞いていただいて、
職場に定着するように、その、まあ、助言をいただいたりだとか、支援をしていただいたりという形でお願いをしております。で、この制度、平成27年から始まっておりますが、この制度をですね、まあ、協力員の皆さん使っていただくということでですね、再犯防止にすごく大きな意味のある制度かなというふうに思っております。でもう一つがですね、身元保証制度と申します。これについてはですね、犯罪を非行した方、なかなか人との関係が、それまでの関係で断ち切れてしまってですね、保証人を、まあ、なっていただくような方がいないという方も多くいます。そのために仕事に就けないということもございますので、まあ、就職時に身元保証人がいない場合に、まあ、1年間ですけれども、まあ、身元を保証するというような、そういう制度でございます。で、実際に保証の中身としては、ね、しては雇用主に業務上の損害を与えた場合、例えば作業中に機械を壊して、本人の不注意でですね、機械を壊してしまったであるだとか、あとは残念ながら犯罪被害ということでですね、事務所のものを持ってですね、いなくなってしまうとか、そういったことも残念ながらございます。ただそういった場合、この身元保証ということがあることでですね、事業員さんも、まあ、ある程度安心して雇っていただけるという、そういう制度になるかなと思っております。こういった奨励金制度、身元保証制度というのがですね、国による支援として実施しているところでございます。で、こちらの方はですね、再犯防止推進白書、令和4年版からですね、奨励金支給制度について、抜粋したものになりますけれども、まあ、こういった制度がですね、あるので、まあ、詳しくはまた再犯防止推進白書の方でもご覧いただければ、この、図が出てくる形になります。まあ、最大ですね、1年間、この制度を利用できる方であれば、72万円、この A コースという刑務所出所時、まあ、刑務所少年院、強制施設に入っているときから調整をしたケースについては、A コースになるんですけども、最大72万円、1年間ですね。B コースについては最大32万円という形になるんですけども、まあ、それ以外のコースについて、A コース以外の B コースはそういう場合になるんですけども、そういった支援をしております。でこちらの身元保証制度につきましても、再犯防止推進白書の方から持ってきたものですけれども、まあ、一事故につき上限100万円 で、最大は200万円ですね、身元保証するという制度になっております。で続きまして、地方公共団体による支援というところで、実は後継契約における積極的評価というところで、これは静岡県様がですね、実施をしていただいているところでございますけれども、後契約において、契約相手の選定において、協力認証ですね、積極的評価の対象としていただいているというような制度でございます。大変ありがたい制度かなというふうに思っております。また、公共工事等に競争入札における優遇制度というのもございまして、協力工事の方がですね、公共工事の競争入札の場面で、協力工事であることを、まあ、社会貢献活動や地域貢献活動として、まあ、加点をするというような制度がございます。県内では静岡市様、浜松市様、御殿場市様、藤枝市様が導入をしていただいているところでございます。で、こちらの方がですね、最後の紙になるんですけども、まあ、地方公共団体による協力雇用主支援等の現状ということで、こちらは、もう令和4年の再犯防止推進白書から持ってきたものですけれども、まあ、入札参加資格審査における優遇措置であれば171の団体、総合評価落札方式における優遇措置については68団体が、優遇措置、協力雇用主の支援をしていただいているという現状になります。で、県内ですね、静岡県内で、協力雇用主の皆様に支援を今申し上げたような制度でですね、支援をしていただいている自治体様、先ほどご紹介させていただきましたけれども、再犯防止推進計画、地方再犯防止推進計画を策定していただいている自治体におかれましては、いずれかの制度、先ほど申し上げました、公契約の制度であったりとかですね、また公共工事に関する優遇措置であるだとか、いずれかの制度をですね、策定をしていた計画を策定している自治体様には導入をしていただいております。本当に大変ありがたいことかなというふうに思っております。先ほど申し上げましたように、実際に協力雇用主がですね、犯罪や非行、再犯を防ぐために雇用していただいているというところで、
本当に協力にしとってもですね、自治体様から本当に力強い、後押しをしていただいているというふうに感じているんではないかなというふうに思っておりますので、また再犯防止推進計画を策定をですね、ご検討されている自治体の皆様におかれましても、ぜひとも地域の再犯防止、被害者を作らないという観点で就労支援が大事であり、その就労支援の大きな役割を担っている協力小西の皆様への支援をですね、ぜひご検討いただければありがたいかなというふうに思っているところでございます。はい、以上、保護観察所の方から、ご説明等を差し上げました。ありがとうございました。大平様、ありがとうございました。県におきましても、再犯防止推進計画の再犯防止の、重要な一つとして、就労の確保というのを掲げまして、静岡保護観察所様のご協力のもと進めているところでございますので、参考にしていただければと思います。ありがとうございました。では続きまして、静岡刑務所の南部様、お願いいたします。静岡刑務所の南部です。声入ってますでしょうか。それでは画面共有させていただきます。画面共有されてますでしょうか。本日は貴重な機会をいただきありがとうございます。常日頃から刑務所出所者等に対する社会復帰支援に関しまして多大なるご協力とご支援賜りまして、この場をお借りして感謝申し上げます。それでは本日、お時間いただきましたので、再犯防止推進計画ないし国等の施策等に関しましては、先ほどから東京共生管区並びに静岡保護監察所様の方からご発言いただいておりますので、静岡刑務所につきましては当初の、取り組みを含めまして、今回、自治体等の方もこれから再犯防止推進計画をお作りになるということですので、刑務所ってどんなとこだろうということも含めまして、今日ご発言させていただきたいと思います。まずはじめに、静岡刑務所の現状というか現在の収容も含めまして、どういう状況かについてご説明させていただきます。静岡刑務所に収容しております受刑者につきましては、26歳以上の実刑期10年未満で犯罪傾向の進んでいない男子受刑者、俗に言います初犯の受刑者ということでございますが、まずそういうものを収容しております。その他、外国人の男子受刑者ですが、これにつきましては全く日本語を理解できないものではなくて、日本で生活をしたりとか日本語が理解できるものを一部収容しております。その他、刑事裁判中のもの、被告人、被疑者等も収容しているというようなものでございます。ですから、静岡は初犯の刑務所と思っていただければと思います。続きまして、過去の、1日平均収容人員の推移でございますが、当初の定員なんですが、現在所内の居室、受刑者の生活する場所等をリノベーション工事というのをここ何年間か実施しております。その関係で、以前は1200名ほどの定員を持っておりましたが、工事をしている関係で、現在、今年の2月27日から897名という定員で推移しております。なお、今後につきましても、生活する場面、リノベーション工事をしていく予定でおりますので、今後また定員が減る予定ではございます。過去平成29年から、昨年までの平均収容人員が出ておりますが、過去につきましてはやはり犯罪件数とか多ございましたので平均収容人員も多ございました。特に、平成17年につきましては当初で1418名を収容しているのが最高収容となっております。
現在につきましては、全国の、刑務所の人員も当時よりは2万人ほど減っておりますし、当初も工事の関係で多少収容の関係を抑えている部分がありますので、昨年につきましては、受刑者につきましては平均で419名ということになっております。続きまして、2月28日現在の罪名別の、パーセンテージでございますが、一番多いのが窃盗でございまして、全体の 20.4%、その他覚醒剤、強姦、あと強盗、詐欺というようにつながっておりますが、多少先ほどご説明しましたように、日本人受刑者と外国人受刑者で多少その犯罪の傾向が違う部分がございまして、日本人の受刑者に関しましては窃盗が多いんですが、外国人受刑者につきましては覚醒剤が多いというパーセンテージになっております。ですのでこの表につきましては両方を足したものというような数字とご理解いただければと思っております。続きまして、刑期でございますが、やはり、平均刑期、全体の平均刑期が当初では、5年となっております。で、A 指標、日本人受刑者の平均の刑期が4年7月、外国人の平均が8年4月ということになっております。やはり外国人受刑者の方の、犯罪内容がちょっと、殺人であったり、そういうような重大な犯罪が多いものですから、多少刑期が上がっておりますが、ここにお示ししております、刑期につきましては両方を足したものの、刑期となっております。だいたい3年4年5年この辺のところがパーセンテージ的には多いということになっております。続きまして、年齢でございますが、当初の平均年齢46歳4月です。やはり社会現象と同じでございまして、刑務所の高齢化というものも十分進んでいるような状況で、やはり平均年齢が46歳4月ということ、当初での最高齢が90歳と11月ということでございます。それで、大体65歳以上の、受刑者が大体全体の 14.7% を占めているような状況でございます。刑務所ではいろんな規律正しい生活とか、そういうこともやっておるんですが、特に今の刑事収容施設法に変わりまして、特に改善指導の部分で、その問題性に焦点を当てまして、特別に集団を編成して実施している特別改善指導というようなプログラムを実施しております。この中身はどういうものかといいますと、薬物依存離脱指導であったり、性犯罪再犯防止指導、被害者の視点を取り入れた教育、交通安全指導、就労支援と指導となっております。この中で R2 というのが記載されておりませんが、当初にこの R2 というのは暴力団離脱指導ということで、累犯の刑務所の方で指導がありますので、当初に暴力団おりませんので、その指導だけが抜け出ているという状況でございます。で、これにつきましては、やはり個々の受刑者のそこに記載してございますが、問題性に焦点を当てて、共通問題性を有する受刑者の基本的にはグループワーク、集団での指導を基本としております。そういうものに適さないものについては個別指導も実施しております。ただ性犯罪再犯防止指導だけにつきましては、当初では教育をしておりませんで、入り口のオリエンテーションの部分と最後の出る前の、メンテナンスを実施しているということでご理解いただければと思います。で、それぞれの当初での該当者の、パーセンテージでございますが、R1、R1 の薬物依存離脱指導につきましては 13.2% から性犯罪防止指導につきましては 21%、 それから被害者の R4 につきましては 10.9%、
交通安全指導は 7.2%、就労支援指導は 23.6% というような形のパーセンテージで実施しております。続きまして、釈放、身元引受人等の関係のグラフでございます。先ほども仮釈放、満期釈放という話がございましたが、そこに、仮釈放、満期釈放は、昨年当初では169人の釈放保者がおりまして、そのうち125人が仮釈放、満期釈放が44人ということで、全体の釈放者 の、の中で仮釈放の割合というのが右にあります、仮釈放率ということで 74% ということになります。刑の執行率というのは、刑の長さの中でどれぐらいで出たかということのパーセンテージでございます。で、下が身元引受人ということになっておりますが、まだ A の刑務所であったり、小の刑務所でございますので、両親であったり、まだ家族が引受けるパーセンテージが多くございます。その他、保護観察所の関係でございます、更生保護施設への引受も 17.2%。その他雇い主等と、あと福祉の関係の特別調整の部分も 5.2% ということで、これが引き受けということになっています。で、今回やはり再犯防止というテーマでございまして、私どものしましても、この釈放の中の特に満期釈放で出るもの、このものの、をどうするかっていうところがやはり課題となっているところでございます。で、再犯防止施策ということで、まあ、当初でどのようなことを実施しているかということでございますが、先ほど来いろんな意味で犯罪閣僚会議等での再犯防止推進計画とそういうお話が出ておりますが、その中でも、令和元年に再犯防止推進計画加速化プランというのがございまして、その中、そういうプランを着実な実施ということで、施設の目標にも掲げて実施しております。で、その中でやはり、仮釈放の積極的な運用も実施しておりますが、やはり満期釈放者対策ということで、やはり今まで、刑が終了したら特に何も、手当をしないで刑務所から出してしまうっていうようなことが過去は多ございまして、それが元でやはりまた刑務所に戻ってくる、再犯をするという、そういうような流れが大きかったところから、やはり、帰るところであったこの居住先の確保、それから仕事、就労の確保、また高齢であったり障害者に対する福祉支援、これを、強化することによって、まあ、一人も逃さないというか、そういうような形で、刑務所も今は進んでおります。で、移住先の確保につきましても、保護観察所さん等の、連絡を早めに実施したりとか、いろんな意味で逆に言えば仮釈放につなげることもございますし、逆に、私どもを昨年静岡県の居住支援協議会の方に参画させていただきまして、そちらの方の居住支援法人との関係もできておりますので、そういうところから、居住先を確保、居住先を紹介していただいて、まあ、住むところを確保するということをまず、そのようなことを実施しております。また就労の確保につきましても、ハローワークではありましたり、先ほど静岡保護観察所さんの方からお話でありました協力雇用主を通じて、在所中の、内定をなるだけ、目指すようにしております。今年度につきましても、令和4年につきましても8件の在所中内定、まあ、協力、そのうち協力雇用主が7件、そういう形で在所中の内定で就労を確保する、まあ、当初の方でも、就労支援対象者といいまして6ヶ月ないし釈放の8ヶ月前に、仕事のないものについてはこちらの方から、働きかけをいたしまして、先ほど言いましたハローくないし、協力雇用主さんの協力を得まして、在所中の内定を、いただいているというところでございます。
それから先ほど来ちょっと、社会の現象として高齢化であったり、例えば障害を持っているものが数多く、入ってくるようになっております。その関係で福祉支援ということで、そういうようなニーズというのが非常に増えております。で、毎年、数字を取っておりますが、令和4年には、当初でも、高齢または知的障害であったり精神障害、何かしら障害を持つ者の、特別調整対象者保護観察所さんの認定を得まして、県の地域生活定着支援センターというところを調整いただきまして、自立準備ホームであったり、障害者グループホームへの、そこへの引き継ぎをしております。それが令和4年は当初では23人、年々そういう調整が非常に増えております。で、その調整先としましては自立準備ホームであったり、病院でありましたり、障害者グループホーム、サービス付き高齢者専用賃貸住宅、あと介護施設、救護施設あったりするところに、つながっておるような次第でございます。今後につきましても、やはり、こういうような高齢障害を持つのが増えてきまして、福祉支援というものが大事になってくると思います。で、刑務所もこういう仕事を、昨今は刑務官がやっているのではなく、私の下にも社会福祉士が2名配置しておりまして、そういうような事務的手続きを進めているような刑務所の中の状況でございます。それからその他に、社会貢献活動として、やはり地域の方にいろんな意味で受け入れていただけなければ受刑者も帰るところがございませんので、そういう形で刑務所としても地域貢献活動、社会貢献活動として例えば退職を予定受刑者による公園清掃ということで、令和4年は4回にわたりまして4名の受刑者を刑務所の近隣の公園の清掃に向かわせております。これは市の公園整備課と調整をした上で実施しておることでございます。また、静岡市内にあります幼稚園で使用しております古くなった木製のベンチにつきまして、当初の木製品の工場がございますので、そちらの方で修繕をしまして、また、幼稚園の方にお返ししておるというようなことも、当初では実施しております。その他にも本日参加しております静岡市さんの、ふるさと返礼品の方にも、木製品や、印刷品を、指定していただいているというような状況で、刑務所として今まで中だけではなくて、そういう社会にも貢献できるような作業を実施しているということを知っていただければと思います。その他、今日自治体の方々が、たくさん参加しておられますが、我々としましても先ほど来言っております再犯防止推進計画が策定された、市町村には我々、私どもも出席させていただいて、刑務所の状況をより多く知ってもらうような形で、実施しております。今後、そういう計画を、推進していただくのであれば、我々としましても刑務所の中を見ていただいたりとか理解していただくような当初としても広報活動を実施していきたいと考えておりますので、ご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。その他新しい試みとしまして、先月実施いたしましたが、現在農福連携ということで、農業と福祉の関係、まだまだ我々、農業のこと福祉のことまだまだ理解しておりませんが、先般会議をいたしまして、県の担当者の様もご出席いただき、これから今後お互いを理解していこうということで、打ち合わせがおりましたので、来年度からもそういうことも含めて、実施していきたいと考えております。いろんな駆け足でちょっとお話をしていただきました、させていただきました。今後とももう少し刑務所の中をこういう形でやってるんだってことを発信していきたいと思いますので、ぜひ何かございましたらいつでもご遠慮なくご連絡いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。南部様、どうもありがとうございました。
再犯防止推進計画の対象者である犯罪を知った人等についての理解にも役立つ大変参考になる内容だと思います。ありがとうございました。では続きまして、最後の講演となりますけれども、静岡県薬事課から静岡県における薬物乱用防止対策について、お話をいただきますので、準備がありますので少々お待ちください。皆さんこんにちは、静岡県薬事課薬物対策班の柳と申します。画面等と音声等とは大丈夫でしょうか。じゃあ私の方から静岡県における薬物乱用防止対策ということでお話をさせていただきたいと思います。日頃から本県の薬物乱用防止行政にご協力をいただきましてありがとうございます。近年大麻をはじめとして薬物事犯というところも引き続き高止まりしている状況でして、特に覚醒剤につきましては非常に再犯率も高いというところもございましたので、本セミナーでお時間をいただいたところです。よろしくお願いいたします。本日の内容につきましては、主にここに載せてあります5つの項目を中心に話したいなと思っております。よろしくお願いいたします。まず、皆さんもご存知かと思いますが、乱用される薬物の種類につきましては、興奮作用を有するもの、抑制作用を有するもの、幻覚作用を有するものということで、大きく3つに分けることができまして、文字通り興奮作用は脳を刺激して興奮させる。抑制につきましては、脳をマシタしたりだとか、眠くしたり、気分を沈めるもの。幻覚作用につきましては、見えないものが見えたり、聞こえないものが聞こえたりというような作用になっております。大きく今言った3つの作用につきましては、スライドにございます薬物がその該当するものになってきまして、覚醒剤につきましては興奮作用、大麻につきましては幻覚作用、アヘンだとかシナにつきましては抑制作用という形になっております。危険ドラッグにつきましてはいろんな成分が含まれているということで、全ての作用を有する可能性があるということで真ん中に位置させていただいております。実際に各種法律で、危険ドラッグにつきましては、法的な定義はないんですけども、多幸感を得るだとか、興奮、幻覚作用を有するものを総称して危険ドラッグという形になっておりまして、各種法律等々で規制の方がされております。基本的には指定薬物ということで、危険ドラッグ、まずは指定された後に、より危険性が高い場合には、麻薬だとか向精神薬、場合によっては覚醒剤というような形で、さらに規制が強まる可能性もございます。そして国の法律で指定薬物に指定されていないものにつきましても、特に危険なものについては静岡県独自に静岡県薬物乱用の防止に関する条例というものがございまして、こちらで指示指定薬物に指定することで県独自に規制の方も行っておるところです。こちらが全国の薬物事犯の検挙数の推移になってきておりまして、令和3年につきましては13,862人の方が検挙されております。スライドにもございます通り、長期的に見ますと少しずつ検挙数は減ってきているのかなというところもあるんですけども、各世代につきましては、徐々にちょっと右肩下がりで減ってきておるんですけども、逆に近年は大麻事犯が非常に増えてきておりまして、国につきましては8年連続で検挙数が増加、過去最多を更新しているという状況になってきております。スライドが下が切れるので、あれですね、少し縮小。
静岡県につきましても傾向は同じ傾向でして、令和3年の検出者数は397名ということになっております。覚醒剤につきましても徐々に右肩下がりで長期的には減ってきておるんですけれども、やはり大麻につきましては、右肩上がりで増えている状況でして、県内でも7年連続で増加するとともに、毎年過去最多を更新している状況になっております。でこちらが覚醒剤ですね。覚醒剤の検出剤につきましては、先ほど示した通り、徐々に右肩下がりで、少しずつは減ってきているのかなというところがございます。ただ、覚醒剤につきましては、具体的に数値は載せてないんですけども、再犯率が非常に高く、検挙された方の3人に2人は再犯者という形で、再犯率が非常に高いというところが、覚醒剤の特徴であるとともに、覚醒剤事犯の課題になってきております。こちらが大麻事犯というところになっておりまして、先ほどお話ししました通り、近年、平成27年以降、7年連続で増加するとともに、過去最多を記録しておるところです。平成27年と比べましても、約3倍に検挙者数が増えているというところになっております。大麻の特徴につきましては、青少年、10代、20代の方が、非常に手を出しているというところがございまして、青少年の占める割合が全検挙者の 60.6% ということで、6割以上の方が10代、20代の若い方になってきております。覚醒剤の 18.1% と比較しましても、3倍以上ということで、非常に若者の間に大麻が、乱用が拡大しているということが伺えます。でこちらが検察庁さんが行っております大麻事犯に対する、実態調査というところになっておるんですけども、やはり大麻を始める年齢につきましては、20代、20歳未満、20代というところが非常に多く、30歳未満が 80.2% を占めるということで、非常に高い数値になってきております。やはり始めるきっかけにつきましても誘われてというところが非常に大きい形になっておりまして、若いほど周り、知人、友人に誘われて、軽はずみな気持ちで大麻に手を出してしまうという傾向が強く伺えます。でまた使用人数につきましても年齢が少ないほどやはりちょっと不安といいますか、一人でやるのではなくて複数人で固まって使用する傾向が多い。あと入手方法につきましてもインターネット等を経由してというところが3分の1を占めておりまして、やはり SNS 等が中心になっております。でこちらが大麻に対する危険性有害性の認識なんですけども、検挙された方々に確認をしますと、やはり、危険性、有害性について全くない、あまりないという答えた方が、77% ということで、約8割の方があまり危険性、有害性を軽視しているという結果になってきておりまして、こちら、覚醒剤の結果と比べると非常に低い数字になってきております。そして危険性と有害性を軽視する情報につきましても、知人や友人、あとはインターネット上でもタバコより安全だとか、大麻が害にないとか、そういった情報が非常に氾濫しておりますので、こういったところを軽はずみに信じて、大麻に手を出してしまうという傾向がうかがえます。ただ実際に大麻を使用することで害がないかといいますと、全くそんなことはなくて、大麻に含まれますテトラヒドロカンナビノール、通称 THC というんですけども、こういった成分の方が脳に作用します。で特に成長期の若者への脳の、影響が非常に多いという形になってきておりまして、視覚の変化、学習能力の低下、運動失調、精神障害、知能指数の低下、薬物依存、こういったところが挙げられます。特に学生の皆様は、勉強、勉学というところが本部になってきますので、学習能力、知能指数低下というところが非常に大きな問題になってきております。で大麻につきましては、古くから、日常生活にも密着した繊維でございまして、現在でも神社のしめ縄、横綱土俵回り、こういったところでさまざまな、場面で伝統的な文化の中で継承されております。また、栽培栽培につきましても、都道府県が免許を出すことになっておりまして、本県で大麻栽培者の許可はいないんですが、全国で27人の大麻栽培の許可が下ろされているところです。ただ、過去にはこういった免許を持っていることを隠れ蓑にしまして、大麻を所持して検挙されたという事例も発生しております。こちらが大麻の部位になってきておりまして、先ほど言いました THC、テトラヒドロカンナビノールという成分が、幻覚成分を有するものですから、法律の方でも規制されておるところです。実際に法で規制されている部分と、そうでない部分というのがございまして、赤い部分が法で規制されている部位、そうでない部分というのが、左側の、
緑色の部分になってきております。基本的にこの THC が花穂だったりだとか葉っぱだったり、こういったところに多く含まれているので、そういったものを規制されておるんですけども、種子だったりだとか成熟した木、こういったところには THC が含まれていないというところで規制の対象外になってきております。大麻につきましては、従来は上の使用方法ということで、乾燥大麻を中心に使われることが多かったんですけども、近年は下にございますように使用形態がだいぶ多様化しておりまして、大麻から THC の成分を抽出して濃縮して使うような大麻ワックス、大麻リキッド、あとは大麻を食品と混ぜて、摂取するような大麻クッキー、大麻キャンディー、こういったところも増えてきておるところです。で、実際に大麻リキッド、大麻ワックスにつきましては、非常に THC の濃度も高いものになってきておりまして、通常の乾燥大麻の5倍から8倍というところが含まれておりますので、得られる効果は大きいんですけども、合わせて危険性も広く高くなってきております。そこで県としましては、静岡県薬物乱用防止対策を策定するために、静岡県薬物乱用対策推進本部というところを策定しておりまして、知事部局、県の教育委員会、県警本部、あとは、国の機関になります東海北陸厚生局麻薬取締部様のご協力をいただいておりまして、全庁的な対応を行っておるところです。この推進方針につきましては、毎年策定することになっておりまして、大きな柱としましては、広報及び啓発活動の推進、取締り及び監視指導の徹底、薬物ら問題を抱える人への支援の徹底、この3つを柱に掲げまして、その下に9つの取り組みの方向性と具体的な取り組みというところを設定しておりまして、全庁的な取り組みを行っておるところです。まず広報及び啓発の推進につきましては、薬事課の方で行っております薬学講座の 開催というものがございます。こちらやはり当課としましては、小学校、中学校、高校、若い時からこう繰り返し薬物乱用の恐ろしさを教えていくことで、薬物乱用を未然に防ぎたいというところがございまして、小学校、中学校、高校を対象に昭和51年から行っている事業になっております。また合わせまして、中学校高校生を対象に薬物乱用防止ポスター兵庫コンテスト、こういったところも昭和58年から行っておるところでして、毎年各優秀作品等々につきましては、ポケットティッシュポスター等々に活用させていただいております。また平成21年からは小学校、中学校、高校だけではなくて、やはり大学生、専門学校生、こういった方々にも薬物に関する正しい知識を伝えていく必要があるというところで、講習会の方も実施しておるところです。また、薬物乱用防止県民大会というところで、300人、400人規模の大会を開催しておりまして、こちらの方で薬物乱用の功労者の表彰等々を行ったりだとか、あとは J リーグ試合会場等々につきましても、こういった形でハーフタイムを活用しながら、広報啓発を行っておるところです。またスキルアップ研修会ということで、先ほどの生徒、学生、こういったところに説明を行う際の講師につきましては、最新の知識をやはり持っていないと効果的な講座の方が開催できませんので、こういった講師を対象とした研修会につきましても、毎年県内3カ所で開催しておるところでして、今年も県内3カ所200人の方にご受講をいただいたところです。講演内容につきましては、国の機関にございます麻薬取締部さんの方に来ていただいたりだとか、あと今年度につきましては、静岡県公認心理協会様から、やはり子どもに分かりやすく説明するというところが必要になってくるものですから、子どもの心に伝えるための工夫、伝え方、こういったところを内容に研修会等も行ったところです。その他の広報啓発につきましては、やはり若い方々は YouTube を活用して知識を収集するというところがございますので、こういった形で YouTube を活用した講座を開いたりだとか、あとはリーフレットにつきましても、やはり若い方々に見てもらいたいですので、左側の古いデザインではなくて、少しでも学生の目に触れるように、学生と協力しながら若者目線のリーフレットの方に回収の方も行っておるところです。またポスターにつきましても同様に学生目線のもの、学生が見ていただけるものというところになっておりますので、こういった形で学生と連携をしながら、ポスターデザインについても回収を行っておるところです。また近年力が入れております事業がこちらになるんですけども、昨年から行っている事業でして、やはり若い方々は、紙媒体というよりは、デジタル、
を使って情報収集、閲覧することも非常に大きいというところがございますので、学生と連携をして啓発動画の方を作成しております。15秒の大麻に特化した啓発動画を作成しまして、危険性、有害性をその動画の中で伝えるような内容にしておりまして、15秒のものを昨年と今年で合計6本作っておりまして、こういった形で主要な駅だとか主要な繁華街、こういったところに設置されました、マルチビジョンですね、デジタルサイネージの方で定期的に発信を行っておるところです。また、今年度の取り組みにつきましては、先ほど の, 駅や、繁華街のデジタルサイネージに加えまして、やはり若い方々は YouTube、TVer、こういった、ものを使いながら、情報収集、閲覧することが非常に多いですので、YouTube、TVer の動画広告に先ほどの啓発動画を当て込ませて、実際に動画を見ている方々の個々の端末に直接啓発動画を発信をして、動画を見ていただくというような取り組みも行っておるところです。また取締り監視指導につきましては、取締り等々は県警さんを中心に行っておるんですけども、薬物につきましては、実際に病院、診療所、薬局、そういったところでも実際に使う機会というところがございますし、県としましてもそういった方々に免許、許可等を出しているところもございますので、県内の17761施設に保健所を中心に、監視指導、立ち入りの方も行っておるところです。そして県独自に薬物乱用の防止に関する条例の運用というところで、法律で規制されていないものについても知事の方で知事して薬物として県内で独自に規制をするというところがございますので、定期的に知事して薬物の指定を行ったりだとか、あとは、対面での店舗での危険ドラッグの販売というのはないんですけども、やはりインターネット上での潜在的な販売というのは引き続き行われておりますので、県の方ではインターネット等々で買い上げ検査を行いまして、実際に買ったものの成分分析等も行っておるところです。また3つ目の柱の薬物問題を抱える人への支援の徹底というところになるんですけども、やはり薬物問題を抱える人については自分一人でなかなか解決することができず、身の回りの方々がそういった方々を支援する必要がございますので、県民の皆様につきましても、責務としまして、そういった情報を得た場合には、関係機関に通報してくださいよというところをお願いしたりだとか、あとは県を独自に薬物乱用通報相談窓口というものを設定しておりまして、些細なことでも通報相談、3317が337なんですけども、こちらの相談窓口も独自に設置しておりまして、適宜相談等々を受けておるところです。また県独自に薬物乱用相談のポータルサイトというものを設立しておりまして、相談窓口の連絡先だったりだとか、あとは県内の主要な薬物の治療が行える医療機関、こういったところの紹介も行っておるところです。で、最後にちょっと皆様にご協力をお願いしたいんですけども、やはりこう薬物の初犯ないし再犯を抑えるには広報啓発するところが重要になってきております。で、昨年度から県に薬事課につきましても、ここにございます15秒 の, 動画ですねというところを6本作成をしておりまして、もちろん主要な駅だとか繁華街のモニターで発信しておるんですけども、できる限りたくさん発信していきたいなという考えておるものですから、市役所相当のモニターでも発信にご協力いただける場合には、お話しいただければデータ等々もお渡しすることができますので、ご協力いただければありがたいかなと思っております。またリーフレット、ポスターにつきましても保健所等々を通じまして、こういった形で目立つようなリーフレットの方も作成しております。また保健所等々から、刑事配下のご依頼等々がございます場合には、ご協力いただければ幸いかなと思っております。あとは最後に、国の方と連携しまして、年間を通じてこう薬物の運動というものがございます。5月、6月であれば、不正大麻消し撲滅運動、6月の20日から7月の19日であれば、ダメ絶対普及運動、10月、11月につきましては、麻薬覚醒剤、大麻、乱用防止運動、こういった各種運動がございますので、また、県の方から啓発資材等々を置かせていただくとともに、また保健所の方から、市町の広報誌等々に載せてほしいというような話もございますので、お手数ですが、ご協力をいただければなと思っております。私の説明は以上になります。引き続き県の行います薬物乱用防止活動にご理解とご協力いただければなと思っております。ご清聴ありがとうございました。
柳さん、ありがとうございました。県の再犯防止推進計画においても、やはり薬物乱用防止については、再犯者が非常に多い、再犯率が高いということで、重要な施策だと考えておりますので、市町の計画においても参考にしていただければと思います。では、ちょっと時間も押しましたけれども、質疑応答の時間を設けさせていただきたいと思います。ご質問のある方、ご意見のある方は、この Zoom の機能で、チャット機能ございますけれども、そちらで入力いただきますか、あと手を挙げるボタンがあると思いますけど、そちらで、手を挙げていただければご指名いたしますので、お願いいたします。すみません、チャットで提出いただく際は、宛先を皆さんにしていただければ、皆さんがこう認識できますので、そのようにお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。ご質問ありませんか。では、ないようでしたら、これで終了にしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。特に、どうでしょうかね、この時。では、県から2点ほど事務連絡をさせていただきます。まず1点目ですけれども、本セミナーに関するアンケートのご協力のお願いです。皆様には事前に電子メールでお送りしておりますが、アンケート用紙、お送りしてありますものをですね、メールやファクシミリで県に対してご提出をお願いいたします。そのいただいた内容については、来年度以降のセミナーの参考とさせていただきますので、ぜひご協力をお願いいたします。連絡事項2点目ですけれども、本セミナーの動画配信についてです。本日参加できなかった方に、本セミナーの録画映像を視聴していただけるよう、後日 YouTube で配信させていただく予定です。配信時期等につきましては、後日電子メール等でお知らせいたしますので、ご承知願います。以上をもちまして、令和4年度静岡県再犯防止推進セミナーを終了いたします。本日はお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました。